バラエティ番組は、トーク、報道、ドキュメントコントコメディ、歌、クイズゲーム、モノマネ、ドッキリグルメロケ、映像、恋愛、雑学、記述、心霊、お色ロケ、視聴者参加型の企画などのいくつかの種類の娯楽を組み合わせたテレビラジオ番組のことである。元来は、バラエティショーを放送メディアに移植したもので、台本の存在するシチュエーションコメディと、 ライブの2種類のバラエティ番組が存在する。用語そのものは日本産の造語であり、英語圏などではリアリティ衣装と呼称する。1960年代から1980年代まではバラエティ番組やお笑い番組のフォーマットといえば、天才、たけしの元気が出るテレビ、等の例外を除き、基本的にコント番組が主流であり、1980年代頃までは、 各局の看板番組や人気番組はコント番組も多く、芸人がブレイクするきっかけの番組も大半がコント番組であった。1990年代に入るとドキュメントバラエティと呼ばれる電波少年がヒットし、その後も各局でめちゃにイケてる。ウジナリア、聖ダラ、鉄腕、ダッシュ、学校へ行こう、プラチナロンドンブーツといった企画物のロケが、 中心の番組と人気が入れ替わる形で、コント番組は各局で減少していった。一方で、1998年から始まった、笑う犬シリーズが人気になると、コント番組あるいはコントコーナーが存在する番組が一時的に増加した時期もあった。特に2005年には、お笑いブームの影響もあり、ワンナイ R&R、リチャードホール、ハネルノとビラ、サラリーマンネを、 10カラと、落下女、みんなのテレビ、歌わらホットヒット10と各曲でコント番組が放送されていた。しかしその後、ゴールデンタイム進出を果たした、跳ねるのと、ビラは2006年頃からコントが激減し、同年に、ナ内は打ち切られ再びコント番組が激減することとなった。また2000年代に入ると1990年代後半から続く、踊る。 サンマゴテンダウンタウンデラックスや行列のできる法律相談所、アメトーク、滑らない話、シャベクリセブンといったトーク番組がお笑いバラエティ番組の主流となっており、2009年にはひな壇芸人が流行語大賞にノミネートされている。現在でもその流れは続いており、2016年にスマップスマップが終了してからはゴールデンタイムプライムタイムでのコント番組の レギュラー放送は民放からは事実上消滅している。またスマップスマップは音楽コーナーも存在していたため、テレビ例名機から続いていた伝統的な音楽バラエティも消滅したと言える。また、1990年代末から恋愛バラエティ番組が増加している。アイノリ、キスイヤ、初期のロンドンハーツ、新助社長のプロデュース大作戦、モテモテナインティナイン。 内々のお見合い、大作戦、テラスハウス、コイン、トスなど。例えば1960年代までは視聴率が40から50%を記録するバラエティ番組が日常的に存在していた。だが時代の移り変わりと同時にテレビ番組の視聴率は年々全体的に低下しており、2010年代の現在ではゴールデンタイムの番組でも一桁が多くなっており、 10%を取れば、高視聴率扱いされることさえある。2000年代後半から2010年代の現在にかけてトーク番組がバラエティ番組の主流になっており、その原因は制作費を抑えることができること、BPO や PTA からの苦情やスポンサーへのクレームが比較的少ないと考えられるためである。番組名のみを引き継ぎ、何の説明もなしに、 番組の内容が変わっていることも2000年代以降増えている。例として、行列のできる法律相談所は当初法律を取り上げる番組だったが、現在では法律に全く関係のない話題で芸人やタレントをいじるひな壇のトークが主体となっており、ロンドンハーツも当初は素人の恋愛系の企画主体だったものが現在では女性タレントや 芸人いじりのひな壇トークやドッキリ企画がメインとなっているほか、旧様も当初とは全く違うクイズ番組となっていることが挙げられる。ワイプとテロップの例 VTR と出演者のコメントを交互に配置する番組において増えた演出方式である。VTR の端にその VTR を見るタレントの顔を映すようになった。正式にはピンプと呼ぶ。現在では ワイプのない番組を探す方が難しくなっている。1990年代前半から増え始めた演出。すすめ。電波少年が元祖とされる説と、探偵。ナイトスクープが元祖とされる説があるが、校舎では、電波少年が放送を開始する約4年前の1988年6月18日放送分で、初めてコメントフォローテロップが使用されたとの記録があり、 客観的な史実から見れば明らかに、探偵。ナイトスクープの方が元祖である。宝くじを買う理由を満ち行く人にインタビューする際、ある老人が難民に寄付するといったところ泣き声になって、聞き取りにくかったためテロップを出したのが始まりであり、電波少年では、プライムタイムの放送にもかかわらず、低予算で組まれていた番組のためロケの模様を、市販ビデオカメラで撮影する場合に、 音声をうまく集音できなかったため、苦肉の策として、テロップを積極的に活用したものとされている。お杉ぎのピリカラでは、少し前までは、テロップは、鬱っしいからやめようということに、テレビ業界はなっていたが、小さくしたり消したりすると、途端に視聴率が下がったため、余計にテロップが表示されるようになったと語られている。また、この現状について、 バラエティ番組のツッコミテロップは誰かがツッコミを入れてやらないと面白くならないようなことをすでに収録の時点でやってしまう。これはすごくおせっかいで出演者をバカにしていると語っている。2000年代頃は各局のバラエティ番組でテロップが多用されており出演者のほぼすべての発言にテロップを出している時期もあったが2010年代の現在では テロップの使用は一時期よりは減少しており、出演者のオチやボケツっコみの際に出されることが多い。なお、日本と韓国、台湾などの東アジアのバラエティ番組では頻繁にテロップを表示しているが、韓国はコメントフォローテロップが頻繁に使用される。こちらは1980年代後半1990年代前半に登場した手法。現在は、 テロップと一緒に登場することが多くなっている。台湾、中国、香港など、中華圏のバラエティ番組では、効果音が頻繁に流れる。これは撮影後に編集して加えたものではなく、鍵盤漁師と呼ばれる、効果音専門の人がエレクト音を使い、現場の雰囲気に合うように曲を入れたり、効果音をつけたりしている。なお日韓同様、テロップと一緒に、効果音を鳴らすことも、少なくない。 1970年代から始まった手法。当初は8時だよ。全員集合などでよく見られる生演奏が主流だったが、1980年代からは俺たち氷金属を筆頭に、フュージョンや洋楽などの既存の楽曲や映画、ドラマ、アニメのサウンドトラックアルバムに収録された音楽などを後から付け加えることが多く見られるようになった。 最近ではテーマに沿った BGM が使用されることが多く、過去に使われた BGM が復活する例も少なくない。21世紀に入ってから民放で、出演者がクイズや質問への答えなど、話題の要点を語るシーンを意図的に直前カットしたり、伏せ字やモザイクにしたりして、視聴者の興味を喚起した状態にした上で CM に切り替える。これにより、 CM 中に他チャンネルに変えられる恐れが減少し、継続的に番組を視聴してもらえるとともに、スポンサーにとっても CM をきちんと見てもらえる効果がある。一方で、CM 前のテロップと CM 後の内容が全く違っていることも多く、逆にクレームが入ることも多い。2000年代に入ると笑ったら手を叩く演出が多くなり、視聴率だけではなく番組に対する、 好奇心を与えるようになってきた。もともとはヨーロッパから来た演出で、日本では1980年代後半からであるが、当時はごくわずかな番組に限られていた。しかし、2000年にレギュラー放送を開始した、いきなり、黄金伝説を皮切りに徐々に、この演出が採用されるようになってからは、また、ラフトラックにも使われるようにもなってきた。この演出の特徴は、 笑いに耐えるのに限界があるため、手を叩く若者が増えてきたからでもある。閉める際は、引き笑いや笑いで閉めているが、放送局や番組によってはするあるいはしないなど、完全に統一でない。詳細は、日本のバラエティ番組一覧を参照日経ビジネス2006年1月30日号の中で、大橋巨泉は、バラエティと称する、わけのわからないものは日本にしか存在しない。 外国では台本がきちんとあるシチュエーションコメディーとライブだけ今のバラエティは芸能界の内幕ネタばかりで芸能人が使い捨ての状態になっていると批判している元 NHK のプロデューサーである立元工事の著作誰がテレビをつまらなくしたのかではテレビ番組がつまらなくなった原因は多くはプロデューサーにあるとしており海外では テレビ番組の国際紙から売れている番組を購入したり一流のプロデューサーを使ったり大金を投じて番組を作る。比べて日本はコネで入社した三流プロデューサーが思いつきで番組を作っている。彼らのほとんどは年収10000以上の高級取り。さらにお笑い芸人やタレントらには1回の出演で数百万から数千万の給料を上げているにも かかわらず、クイズやバラエティの景品は金をかけない、安っぽいものがほとんど。そしてその芸能人ともは代金をもらっているくせに、安っぽい景品や食事で、一気一遊し、一般視聴者と同レベルの生活を演じている。完全に視聴者のことを馬鹿にしている。と切り捨てている。モテギ健一郎はブログで、日本のアニメは最近は目覚ましく素晴らしく、日本の地上波テレビは、 惨憺たる有様だ。なぜ、これだけクオリティの違うものができるのか不思議だ。民放のバラエティ番組がダメになった理由の一つは、慣れ合い、ゆるさで接見しているお笑いの文化のせいだろう。社会的な批評性を伴わないゆるい笑いは一つのあり方だが、それが、モノカルチャーになるときつい。もう一つ、最近の日本のテレビ番組でどうしても理解、できないのは、 画面や音の汚さ。なぜ字幕やテロップを多用して画面を汚すのか、芸人たちのつまらぬ愛の手や笑い声を強調するのか、全くよくわからない。と批判している。2009年11月、放送倫理、番組向上機構は、最近のテレビバラエティ番組に関する意見を発表した。バラエティ番組が、これまで人々をタブーから解放し、より自由で、 風通しの良い社会を作ることに貢献してきた事実を高く評価するがゆえに、一方で、バラエティ番組が、その自由で斬新な表現という特性をより、発揮するように制作者を励ますことのできる方法は、ないものかを考えた末、意見書のバラエティ化を図って、面白おかしく提言を行った。具体的には、下ネタ、いじめや差別、内話話や仲間内のバカ騒ぎ、 制作の手の内がバレバレのもの、生きることの基本を粗末に扱うことが視聴者から嫌われていると分析し、バラエティはテレビと視聴者と世の中の間にどんなコミュニケーション空間を築いているのかと問いかけ、委員会はバラエティ番組制作者が視聴者一人一人の現実にしっかり目を向けていただきたいと考える。そこから新しいバラエティを作り上げてほしいと期待するとした。 また、この主半世紀の間に、行政当局によって行われた、注意、厳重注意、警告は34件に及ぶとみられるが、そのうち24件、実に7割近くが広い意味でのバラエティ番組に対してであったとし、バラエティ番組が頻繁に、公権力の干渉を受けるような隙を作っている、現実に自覚的かと問いかけた。また、日本民間放送連盟の、 放送基準の不備を指摘し、放送倫理に則り、可能であれば、放送番組一般を対象とした、放送基準とは別に、バラエティ番組についての実行的な指針というような、ものを作ることが適切な場合もあるだろうとした。これに対して、日本民間放送連盟は2010年3月、バラエティ工場委員会というイベントを開催した。集まった制作者からは、 BPO の意見書は鬱陶しい、視聴者が不勉強、不当な現場介入という反発の意見が寄せられた。例えば、罰ゲームのリスクに対しては、要するに、番組全体には文脈がある。ちゃんと見てくださる視聴者ばかりなら、それほどリスクは大きくないと思うとし、最近の番組は昔と比べて面白くないという意見に対しては、個々の番組のクオリティは編集のテクニックや、 演出方法などで確実に以前より上がっていると思うテレビの限界を考えすぎた萎縮が原因だと反論した。BPO の意見に対しては不快で面白くない番組は視聴率が落ちて終わるので BPO がそんなに言わなくても自然淘汰されるから大丈夫ですよって思いますとした。日本民間放送連盟は2010年10月に 最近のテレビバラエティ番組に関する意見を受けての民放連の取り組みを発表し、意見書においてご提言のあったバラエティ番組に関する実行的指針の作成については民放連で作成することは会員各社の表現の幅を狭めることにつながりかねないと判断して行わないことといたしましたと回答した。またフジテレビは私たちのフジテレビバラエティ宣言を発表し、 2010年3月27日10時40分 -11、42、悪いのはみんな萩本気にちであるという番組を関東ローカルで放送したバラエティ番組の30年間一クールの視聴率ランキング1990から2020年に放送されたレギュラー番組一クールの平均ありがとうございます。